さあ行きましょう、浜田さん、はい、これまずタイトルを最初に取った試合なんですね、まあ、オリンピック出て2年後、私は正直早いと思ったんですけどね、最低でもあと1年ぐらい、キャリア積んだ方が、経験積んだ方がと思いましたけど、当時のチャンピオンエルナンデスが、スピードある選手ですけど、はい、スピード負けしましたから、それにはびっくりしましたね、今のエルナンデスを皮切りにどんどんと人気のある、そして実力のある選手を倒していきました。青井さん、これずいぶん前の98年の映像ですけども覚えてらっしゃいます？これやっぱりちょっと若々しいですよね。そうですね、まだスーパーフェザー、ライト級ですか？そういや、スーパーフェザーで言うんですよ。さすが頭に入ってらっしゃいます。やっぱり出た当初から注目されてました？やはりちょっと違いますよね、スピードが。この試合なんか特にね、かわいそうだったですよ、ディエゴ・コラレスなんです、相手は強いんですけどね、本当にジョーさん、このコラレスがこんなになっちゃうのかという試合でしたもんね。そうですね、本当にこの試合またパンチのキレもすごかったですね。もう思わず見入ってしまうというそういう VTR ですが、浜田さん、この頃の一番浜田さんが特徴的だなと思ったメイウェザーのその特徴はどんなところですか？スピードはもちろんある、ただキレとパンチがついてきたという感じしましたね。これ2003年のフィリップ・ヌドゥー戦、このヌドゥーも強いんですけど、何にもしなかった、何にもできなかったという感じありましたね。これはデマーカスコールですね。こういう次々と名のある選手が出てまいります。共通して言えるのは、何にしてもメイウェザーの動きは阿部さん早いということですよね。あれですね、もう早すぎ、いきなりの右とかね、いきなりの左、その倒すためのね。そうですよね。しかも浜さん、同じパンチ3連打4連打って当たり前ですもんね、だからその時その時に、その時に必要なパンチを角度構わず打ちますからね。こういうのはよくこの人がいる次元は違うんだという表現を使ったし、また使われてきましたけども、まさにそんな感じありましたもんね。だからですね、普通のそのボクシングのレベルと、ボクサーのレベルと違う反射神経、持ってるような感じしますね。人気者ガッティをご覧のようにもうやりまくっています。ガッティにはもしかしたらチャンスあるかと思いましたけどね、本当ガッティが打とうと思った時にはメイウェザーのパンチが飛んできてるんで、ガッティも手が出なかった、で一番最近はこれですよ、青木さん記憶に当たるザブジュダイ、ね、ザブジュダイ、両方ともスピードがね、あって最初の方が良かったんですよね、ザブジュダイも、ただメイウェザーが非常にナーバスにガードを固めたところがね、ちょっと僕は気になったんですけどね、あそこまで弱気にならなくてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、そういう特徴があるんです。